こんにちは、痛みの窓口、丸目接骨院の丸目です。今回の動画でですね、腸腰筋のストレッチの方法についてお伝えしたいと思います。他のね、動画でも、腸腰筋のストレッチの仕方はお伝えしているんですが、今回のこの動画でですね、ちょっと椅子を使った形のストレッチの方法を紹介したいと思います。で、腸腰筋の筋肉なんですけれども、こういった形で、ついてます。こんな感じですね。ちょうど腰骨の前からですね、股関節のこの内側ですね、ここについております。でですね、腸腰筋なんですけども、よくねインナーマッスルっていうふうに言われますけども、その人間のね、筋肉の中でも大黒柱的になる筋肉になります。ここの筋肉が硬くなってね、縮まってしまいますと、腰の腰痛ですね、腰痛であるとか、あとは呼吸がしにくいであるとか、それから足のむくみであるとか冷えであるとか、股関節のねこういう内側の痛みですね、例えば他にもですね、例えば腸腰筋から肘の痛みであるとかね、手首の痛みであるとか首の痛みであるとか、こういったことも出てきます。ですのでしっかりですね、腸腰筋をですね、硬い方はですねストレッチしていただければいいかと思います。で、実際のやり方なんですが、ちょっとこれね、ちょっとコマがついた椅子なんですけども、動かない椅子、何でも結構ですね、使っていただいて、ストレッチする側をですね、こちら側ね、左側とします。ここにですね、足を伸ばす方の足ですね、こういうふうに椅子に、こういうふうに置いていただいて、足をぐーっと伸ばしていきます。で、右足で前にぐーっと曲げていく感じですね。で、ここのね、伸びている感覚をしっかり感じていただければいいかと思います。で、これ伸ばすときに、注意ポイントなんですが、足がですね、こう外に向かないようにですね、この状態で、こうならないようにですね、まっすぐですね、足をまっすぐですねという感じで、ここを伸ばしていただくように、していただければ、ここのですね伸びを感じるかと思います。で、ストレッチとしてはですね、大体30秒から60秒ぐらい、していただいて、痛い手前でですね、止めていただいて、ストレッチしていただければいいかと思います。で、あのストレッチでですね、まれにですね腰が痛くなる方がいらっしゃいます。その時は、もうこの腸腰筋のねストレッチはやるのはねちょっと中止してください。まだね、ちょっと違うところをね、まずストレッチをね、する、もしくはちょっと治療しないといけないっていうケースがございますので、無理は決してしないようにしてください。はい、今回の動画は以上になります。ぜひね、無理せずですね、伸びてるなーっていうぐらいの感じでやっていただければいいかと思います。